皆さんこんにちは。こんにちは、今日はちょっと初心に戻って、組み方について説明したいと思います。早速行ってみましょう。はい、今回の組み方なんですけども、スタンダードには必ず欠かせない動きですよね。2人で組んで、踊るということは絶対必須条件になってくるので、組み方で戸惑う人、迷っている人っていうのは結構多いと思います。指導の仕方としてはいろいろありますね。半身にずれなさいとか、もうちょっとホールドをしっかり張りなさいとか、あとはコンタクトですかね、男性と女性のコンタクトはここがくっつかなきゃいけないとか、いろんな、あとはなんだ、足を噛み合わせなさいっていう人もいるかもしれないですね。確かに間違いではないんですけども、万人受けしないというか、みんながみんなその組み方をすることで踊りやすいかっていうと、やはりそうではないというふうに思います。っていうのは、カップルの、身長の違いがあったりとか、あとは手の長さ、リーチですね、足の長さ、胴の長さ、あとはちょっとパワフルな人、すごく華奢な人、体が硬い人、柔らかい人、いろんな人がいるので、その人たちの体の特徴に対応した、組み方っていうのがあるので、自分の、ベストな組み方っていうのを見つけられればなといい、見つけられることができればなと思って、今回の動画をアップさせていただきました。それで、これは競技ダンサーあるあるなんですけど、例えば練習場に行って2人で練習した時に、なんか今日すごく調子がいいと、組んだ時もすごくフィットがしていて、踊ってもすごくブレがない、すごく今日調子がいいよって、組んだ感じもすごくいい、でこの調子でまた明日も頑張ろうって言って、次の日また練習場に行って昨日の感じで組んだ時に、あれなんかうまくいかない、昨日はもうちょっと力が抜けてた、肩が降りてたとか、もっとトップが広かった気がするっていうふうに、もっと昨日の組み方で練習しようよとか、もっと昨日の組み方で組んでよと、踊ってよとかっていうふうに、結局喧嘩になって、何だったんだろうこの間の組み方はってなっちゃう人が多いと思うんですよね。それっていうのは僕たちも経験があります。なんでだろうっていうふうにすごく考えるんですけども、考えたところで結局その感覚って戻ってこないんですよ。過去の話なので、今自分の体が何ができるかっていうことを探っていかないと、うまく組めないというふうに僕たちは思っています。それで今回、僕たちがおすすめするポイントというかキーワードになってくるところっていうのは、自分のスペースを守ってくださいねっていうところが一つポイントになります。自分のスペースを守りましょうというのがポイントです。なので、よく一般的に言われる、組むときはここがひっついていなきゃいけないとか、こういうふうに張らなきゃいけないっていう考えは僕たちにはないです。取っ払ってください、まずは。なのでこの動画を見るときも頭の中をすっきりしてみた方がすんなり体に入っていきやすいと思うので、今まで教わってきていることの情報っていうのをまず横に置いといて、新しい情報として取り入れていただければなというふうに思います。はい、それでは、今回、組み方で教えたいキーワードの一つとしてスペースがあるんですけども、スペースって言ってもいろんなスペースがありますね。で一体どういうスペースかというと2つあります。まず1つは、パーソナルスペースというものになります。パーソナルスペース、別の言い方するとプライベートスペースとも言うと思います。パーソナル要は個人とか、プライベートっていうのは要はそういうことですね。個人っていう意味なんですけど、どこの部分かというと自分の体がありますね。この体のこのちょうど近くの周り、ここですね、ここの範囲ですをプライベートスペース
パーソナルスペースと言います。だいたい電話ボックスみたいな感じで捉えた方がいいかもしれないですね。はい、その部分っていうのはどういうスペースかというと、人に入られると嫌な気分になる部分なんですよ。もう一回言いますね、これ重要なんでね、人に入られると嫌な部分がパーソナルスペースです。例えば、人に入られるとっていう他人からの攻撃だけではなく、字を書くとき、携帯を打つとき、あとは本を読むとき、料理するとき、食事するとき、全部そうなんですけど、その狭いスペースの中だったらどうも操作がしづらい、自分の思い通りに体が動いてくれない部分っていうのが、パーソナルスペース、はい、プライベートスペースになるんですけど、そこで作業しない方がいいってことですね。はい、これがとてもまず重要になります。はい、続いて2つ目のスペースとしては、用語で言うとですね、キネスフィアと言います。キネスフィア、あんまり聞いたことないと思うんですけど、よくバレエとか、創作ダンスをしている人たちがよく使う言葉だと思います。どういうスペースのことを言うかというと、日本語で言うと身体周辺空間と言います。身体周辺空間、それはどういう、動きができるスペースかというと、先ほど言ったパーソナルスペースとは逆ですね。字を書く、食事をする、料理をする、本を読む、パソコンをする、携帯を打つ、何でもそうです。自分の手の届くところの範囲のことをキネスフィアと言います。身体周辺空間というものです。はい、で、それを2パターン作ってあげるということですね。はい、パーソナルスペースとキネスフィア、要は身体周辺空間、これがすごく重要になってくると思います。で、一応スタンダードも組むっていうことをするということは、自分のパーソナルスペース、プライベートスペースっていうのを守らなきゃいけないんですよね。なので近づいてもここまでな感覚です。はい、これが、守らずに、例えばスタンダードは組まなきゃいけないってなった時にひっつかなきゃいけないってなっちゃうんですよね。そうするとみんなこのパーソナルスペースっていうのをバーンと外しちゃう。で、ウェルカムにした結果、このような感じでコンタクトを取ります。そうすると実際にじゃあ踊ろうかってなった時に、自分の体って実際踊る時ちょっとワイドになるので、そのワイドにした結果相手を押しちゃうっていう形になっちゃうんですよね。うん、なのでそのパーソナルスペースっていうのを守った上で組んであげると、意外と相手は遠いところにいます。これぐらい、僕たちであればこれぐらい離れてます。で、これは僕と美奈子先生の感覚なんですけど、だいたい握り拳3つ分ぐらい離れてます。1個2個、そして3個、これが3つ分離れたぐらい離れています。で、重要になってくるのはこの3つ分の握り拳を、1.5個分自分のパーソナルスペース、プライベートエリアを守りながら、そこをフルに使ってあげるっていうのはとても重要になってくると思います。一度いいパターンの組み方と悪いパターンの組み方やってみたいと思います。まずはじめに、自分のパーソナルスペースっていうのを取っ払った状態で組んでみます。ホールドを張って、相手がしっかりとコンタクトを求めてくる、もちろん自分でも求めてしまったバージョンですね。はい、このような感じの組み方になります。一見悪くないようには見えると思うんですけど、僕たちからするとすごくお互いが近い感じがして、リードをすると多分ぶつかるだろうな、バッティングするだろうなっていう感覚に陥ります。もう一つは、自分の体の周りにパーソナルエリア、プライベートエリアっていうのを守った上で、さらにもう一つ外側にキネスフィアというものを持ちます。このパーソナルスペースとキネスフィアのこの間の部分に相手を置いておくっていうのがとても重要になります。そうすると、組んでるんですけど自分のプライベートのスペースを守られてる、ちゃんと、フォローできてるっていう感じですね、になると思うので、それもやってみたいと思います。ホールドを張って、
ここでキネスピアを感じます。ちょっと難しいですけどね、キネスピアを感じます。そこでもうこれ以上来ないでねっていうふうに圧を感じたら、膝やボディをシェイプすることで組んであげる。このようになります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はスタンダードで、切っても切り離せない、組み方について説明させていただきました。実際に映像で説明するとどうしても難しいので、ちょっと言葉をどう選ぼうか悩んだんですけども、まあそのまま伝えるような話の内容にさせていただきました。今日やった重要なのはパーソナルスペースとキネスフィアっていうのがありますよってことなんですけど、そのパーソナルスペースを守られたら、じゃあ何もしなくていいのかっていうとそうではなくて、パーソナルスペースっていうのは言ってしまえば自分で思いっきり動いてもいいよっていうスペースなので、守られたから何もしないはいつまでたっても離れてしまいます。これは全く良くないので、はい、キネスフィアっていうのを守ったら、しっかりとその守った範囲を自分で思いっきり使ってあげるっていうことをやってください。おそらくこれがない人は男性にすがってよろしくってやるしかないので、いつまでたっても大きな踊り、大きなシェイプで組むっていうことは、難しいかもしれないので、まずはそのキネスフィアとパーソナルエリアっていうのを守ってあげるというのを意識して練習してみてください。それでは皆さん頑張ってください。